富山県高山市のモスバーガーにやってきました。今日はここでランチです。いや、おじいはモスバーガーに入るのって10年ぶり以上ですよね。めっちゃ久しぶりですわ。どんなのだか忘れましたわ。バラエティークとありますね。隠れたこだわり。いや、天井高くて気持ちいいお店ですよね。はい、来ました。おばあはこれは野菜バーガーですね。で、おじいは焼肉ライスバーガーにしました。えらい、かわいらしいね。かわいらしいです。はい、焼肉ライスバーガー大丈夫。はい、500円の割にはという感じですか。そうですね。で、おばあのコーラはレギュラーサイズですが、おじいのアイスコーヒーはスムーズにしました。まあ、これでお腹を晴らします。うん、揚げたて。野菜たっぷり。野菜たっぷりですか。館山。はい、ではライスバーガー。焼肉ライスバーガーですね。まあ、お米の味ですね。ちょっと甘辛い感じです。はい、国の名所奥の細道の風景親知らず来ましたが、この雨で出るの嫌なのでやめました。あの、晴れてればね、ここから降りてずっと歩いていけるんですけどね。残念でした。